こんな感じです。あ、はい。ちょっと鏡の方見ておいて、はい、このこういう風にしゃがんだのこれちょっとやってみてもいいですか。なるほど、結構体硬いかもしれない。硬いですね。足首らへん硬いですね。この感じちょっと覚えておいてください、はい、股関節の感じとか結構変わったりする、はい、これちょっと立っていただいて、この足を上げた感じとか、はい、伸びしろいっぱいありますね。本当ですか。はい、めちゃくちゃたくさんあります。で、ちょっと説明していくと、今、腹横筋っていう筋肉、はい、さっきから当然見たやつです。腹横筋っていう筋肉がすごく大事なんですけど、コアとか体幹とかって聞いたことありますか。あ、はい、で、コアとか体幹って今日は何が大事なのかっていうと、腹圧を高めろってなんか、はい、ありますよね、はい、腹圧じゃあどうやって高めるかってご存知だったりしますか。いや、全然わかりません。腹圧をよく高めろみたいなこと言うんですけど、言ってしまえばさっきも腹圧高めたんですけど、イメージとしてはペットボトルを普通の状態ってなんかベコベコするじゃないですか、はい、それをギュッて圧縮したらベコベコしないじゃないですか、はい、これが腹圧を高めるって状態なんです、はい、じゃあこのギュッてした状態って腹横筋って横からギュッてしたじゃないですか、はい、けどじゃあ上からも下からもギュッてしたらさせたいじゃないですか、はい、その上からっていうのが横隔膜っていう筋肉ですね、はい、今度はこいつとこいつをつなげて、でそれでやったらこれ実はもっと変わってるんです、うん、じゃあこことここを使って体を支える、これをちょっとやっていきたいなと思います。じゃあそしたらその時に何をやっていきたいのかというと、この横隔膜が働く条件というのがあって、ここを見せると、横隔膜ってどこにあるかというと、この下から見た時のこいつなんですよ。あ、こう上がって、その上から蓋をしてるような状態です。で、この筋肉が働きやすい条件、それが何なのかというと、まず1個目が強く呼吸をしてる、うん、ロングブレスダイエットって言うんですよ。あの感じの時ってここしっかり働くんです。それともう1個がぶら下がって運転とかしてる時も結構働いたりするんです。運転しながらなんか歌を歌うとか、そういう筋肉めちゃくちゃ働いたりするんです。で、この2つでよく働くんですけど、一番使いやすいのはやっぱ腹横筋、さっきのこの筋肉を使わせながら横隔膜を使ってトレーニングしていくんです。そもそも、はい、なんで腹横筋が働きづらいのかっていうと、例えばこの中に内臓があるんです、はい、内臓って動く、結構上下動するんです。で、それ立ってると内臓って下に落ちてくるんです。だからなんか中年で太く下っ腹だったりしちゃう。そうなんですけど、内臓が落ちてくるとどうなるのかというと、このお腹の周りがちょっと押されるんです。そうすると、はい、この筋肉が働きづらくなっちゃうんです。腹横筋なので、ちょっと正解に言うと、はい、これを逆さまにすると、はい、内臓が上に行ってあげて、上に行ってくれて、ここがキュッて締まりやすくなるんです、はい、ってことは逆立ちなんです。あ、そう、話してされたことは全然したことない。全然したことない。じゃあちょっとやっていきましょう、はい、次やっていくのが、さっきは腹横筋単独です、はい、これを横隔膜とつなげてしっかりと働かせていってあげる。そうするともっとこう体が変わりやすくなります、何をやっていくのかというと、この壁に逆立ちをしていただいて、はい、で全力で息を吐いてもらいます、はい、で息を吐くの大体、吐いて、吐き切って、で、もう死ぬなってなったら、もう一回吐いてください。もう一回吐く。死ぬなってなって、もう一回吐く。で、まあ、本当に死にそうになったら、吸ってください。はいはい、それを3回やっていただきたいんです。はい。OK ですか？あ、わかりました。できないです、多分。はい。OK です。これで。今、吐きましたよね。はい。こう。心臓の音を吸ってください。頑張れ。もう一回吸う。もっともっともっとラスト、もっともっと。
OK です。あよ大丈夫ですか。ここをキュッてなるのわかりますか。この感覚ってすごい大事なんです。で今キュッてやった状態なんで、これで負けちゃったんですか。超ギリギリだったんです。あお全然違う。全然違うの分かりますか。はい、ここら辺が、はい、で安定してる安定してる感じありますよね、はい、これめちゃくちゃ大事だったんですよ、はい、これで毎回スクワットとかちょっと、はい、ちょっとやってみて。この感じとか、これって今なんか変化だったりします。なんかでこのここら辺で支えてたのがちょっとお腹を軸にしてみたいな、はいはいはい、そういうイメージという感じがあります、ね、なるほど。結構雑ですね。雑ですね。でもこれ伸びしろなんで、はい、伸びしろ伸びしろなんで、はい、じゃあ結構その、はい、押された感じってわかるじゃないですか、はい、要はこの状態を常に作り出し続けるってすごく大事、はい、で今どっちかっていうとここを目覚めさせて、はい、目覚めさせるだけで変化が出るんですけど、はい、常に目覚めた状態がいいじゃないですか、はい、で常に目覚めた状態にしていくために大事なのがトレーニングなんですよ。あここから僕はトレーニングやるんです、はい、なんでトレーニングに入るまでがちょっと長いんですよ、はい、なんでちょっとトレーニングしていただきましょう。じゃあ、今までちょっとプランク、はい、これやっていただいたと思うんですけど、このさっきも言ったように30秒以上このプランクができちゃう方っていうのは、はい、ここの中の筋肉があまり働かないんですよ。ちょっともう一回プランクやっていただいていいですか、はい、プランクよりも負荷の上げたやつをやっていただきます、はい、要は30秒維持できないぐらいですか。ちょっとやっていきたいんですけど、それがこういうプランクなんですよ。止まって完全に寝て脇をつけて地面に、これで上がるわけ。すごい上がる気がしないです。いいですか。そうです、これです。失礼します。じゃあ30秒いきましょう。用意スタート。頑張って。OK です。全然、はい、全然きつい。普通のやつよりきつい。きついですよね。その腹横筋とかを要は一番刺激入った状態にしていくためにはなるべく高い負荷を上げてあげるのがすごく大事です。軽い負荷でもめちゃくちゃ意識すれば入るんですけど、大は小を兼ねるっていうかギリギリの大みたいな、はい、そのぐらいになってくると腹横筋も常に働いた状態になってくれるんで、はい、これ実はめちゃくちゃ大事なんです。3、2、1、 OK です。あ、これはできますね。で、これを秒数上げていってまずは30秒できるようにしてあげる、はい、実はこれすごく大事なんです、はい、ここで言うとこういうポジションです、はい、じゃあここに一気になるっていう練習です、はい、どうやっていくかっていうと、じゃあまずはサイドプランクポジションから、はい、ここからじゃあ手ついちゃっていいんで、なんか柔道の受け身みたいな感じです、はい、ちょっとこれできるかな、はい、今下で揺れたんだと思います、はい、ボヨン、はい、多少なんですけど、はい、これが出ちゃってるってことは一気にいいポジションになるんです、はい、もっとピタッとな感じです。あ、そうです、そうです、まあ、これは多分楽勝だと思うんで、はい、ちょっと一回戻ってもらって、今度は手はつかないです、はい、ここからここからやっていきましょう。やっていきます、はい、この時もこの時に大事なのが今ねじりまくっちゃってるんですよ、はい、イメージはこういう感じです。今こんな感じなんで、はい、そうですよ、そうですよ、そうなんで、はい、これが一応レベル2なんですけど、はい、レベル3やってみます。あ、いや、お願いします。やってみましょう。ここから、ここから、こういう感じです。つかないです。つかないです。そうです、そうです、そうです。そうです、そうです、そうです。あ、いいですね。むずいっすね。むずいっす、むずいっす。で、まだ、はい、イメージはオンとオフがはっきりするってことです、はい、
例えばロッテのドリブルとかもそうだと思うんですけど、はい、オンとオフすごい、はい、そのイメージです。今回転してる時も、回転してる時は体をムチみたいに使って、ムチみたいに使ってピタッと止めるっていう感じです。うわギリギリいいっすね。勢いが全然、ああそうですそうですそうです。まだでもこうやってねんちゃって、手ついちゃって、はい、ここなんですか。はい、下から止める。ああそうですそうですそうです。近い近い近い、すごい、めっちゃ汗がすごい、めっちゃきついですね。はい、僕がその対岸トレーニングでやらせるときに、はい、順番としては誰かいればこの押してもらう、はい、押してもらう、誰がいなかったらもう片足にしなきゃで、しっかり吐き切る、ここを最大限使えるような状態にしてから、はい、じゃあ安定させると、一気に安定させる、はい、まずはここからやっていただいて、はい、そうですね、僕がやったレベル3とか、はい、さっきのやつだと思うんですけど、ここもメリハリしっかりつけながら、ここで使って安定させるようになれると、それだけでだいぶ変わってくると思います。はい。じゃあ、体幹に関してはこんな感じで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。汗がすごい。汗がすごい。すごい汗がもうやばいんですよ。世界は喜びが溢れている。物語はいつも果てしない青い。